はい、どうも、ひゅうかでございます。フットボールやっていきましょう。ということで、前回、マラドーナの動画がかなり、僕の、最近だと、かなりの方に見ていただいてありがとうございました。皆さんいかがでしたかね？まあ、あの後使った後もね、結構ワンタッチシュートないの気になるなっていうのはあるんですけどね。細かい解説に関しては、まあ、前回動画出してますので、見てない方はね、ぜひそちらの動画見ていただけると嬉しいです。で、今日はですね、このマラドーナと同じガチャで来てました、バティストゥータとデニューソン。この二人紹介の方をしていきたいと思います。まあ、まずはね、どんな感じでレベマにしたのか、まあ、これいつも通りね、見ていただければと思います。まあ、デニューソン、まずデニューソンなんですけど、ネイマールに近づけるように、数値振りました。ちょっとこの後ね、ゲーム内でも比較の方を見せるんですけども、まずね、数値どういった風に振ったか先に紹介しちゃいます。シュート5、パス11、ドリブル12、クイックネス13。はい。振りましたね。まあ数値変わるように振ったのと、まあ、あとネイマールの数値を真似して振りました。はい。そして脚力8ですね。はい。他は振ってません。であとは、ショートカウンターに1ポイントがね、確か1余ってたんで、はい、ショートカウンターに1ポイント振って99にしたという形になります。はい。で、まあ、ネイマールとの比較ちょっとゲーム内に戻って今するんですけども、やっぱね、まあこの後試合も見てもらうんですけど、似せたんですけど似てはないというか、まあ難しいですね。はい、こんな感じです。数値オフェンスセンスは1しか変わりません。ボールコントロール、ドリブル、ボールキープに関してもあんまり変わりはないですね。パスのところはネイマールが、6と3でかいので、まあネイマールの方が強いよと。決定力15違いますので、もうネイマールの方がめちゃめちゃ強いですね。ここでプレースキックネイマール、蹴れます。でカーブも14違います。まあ、これデニューソンも中に切れ込んでコントロールシュートとか打ちたいとき、これ相当差出ると思います。64と78。で、スピードはデニューソン85。で、瞬発は96ということで、ここはネイマールに比べると瞬発はかなり勝ってますね。もうほぼ毎回カンストぐらいのね、瞬発力を使えるよということですね。キック力一緒ですね。フィジカルのところ、ジャンプのところともにネイマール。ボディコンもネイマール。スタミナもネイマールということで。で、守備もほぼネイマールかな。まあ、あんま変わんないけどね、ここはね。で、逆足のところは、頻度、精度ともに普通高い。で、ネイマールは高い最高ですね。なので、これ、数値だけ見たら、まあ、正直瞬発ぐらいですよね。デニューソンが勝ってるのは。でも結構、まあ普段使うところで言うと、ドリブルと、スピード、まあ本当に相手を抜き去るっていうところに関してはネイマールに引け取らないような、能力になったかなと思いますが、パスとシュートのところ、まあ、ここがねやっぱりね気になるところですよね。もうここを求めるように育成するとどうするかってところと、まあ、あとはもう本当にこれ一例ですけど、僕の育成はまあ、ドリブルとかはやっぱ振りたいと、せっかくデニューソン取るならってなった。あとはパスか決定力のところ、シュートのところ、まあ、どっちか捨ててもよかったかなっていうのは正直ありますね。まあ、ちょっとこれゲーム内でもまた解説のをしていきます。でスキルのところは、デニューソンがシザースダブルタッチ、ラシコでネイマールにない部分、このネイマール、僕のネイマールは、ブラジルパックのネイマールですね。ブラジルパックのネイマールと今比較してますけども、ルーレットが、ついてますよという感じですね。逆にブラジルネイマールは、特殊ダブルタッチですね。はい。で、他のネイマールになってくると、このスキルのところで言うと、まあ、スタンダードとかになってくると、ここにルーレットがつきますね。シザースがなくて、ルーレットがついてくるという感じですね。はい。まあ、この辺のスキルなんかね、好みで選んでいくかなっていう形ですね。で、今、ブラジルネイマールと比較しましたけども、他のネイマールともね、軽くね、ちょっと、比較の方をするとこんな感じですね。まあ、これレジェンダリーのねネイマールですけども、まあ、このネイマールと比較するとかなりね、スピードかな、まず。うん。スピードのところ、まあ、やっぱ瞬発か。瞬発のところもね、かなり差が出てくるかなと思います。いや、てか、こう見ると、レジェンダリーのネイマール強いね。やっぱり。まあ、僕普通に今ブラジルネイマール使ってるのはシザースがあるからっていう理由なんですけど、いや、こう見ると全然強いっすね。はい。これレジェンダリー強いなっていうのを今再確認をしました。まあ、あと決定力がね、ブラジルネイマール高いっていうのはね、でかいんですけどね。はい。まあ、ちょっとネイマールの比較は、さておきまして、まあ、今日こんなデニューソンをね、使用していきますよという感じです。でバティストゥータは、数値こんな感じですね。もうほぼ、オフェンス戦決定力、スピシュン、キック力、まあ、この辺ね、バランスよく振ったって感じだったかな。ちょっとこれね、録画撮るの忘れちゃったので、
リスナーのうどんくんからね、あの配信中に通知あげたので、その時にスクショが送られてきてたので、そちらの方をちょっと見ていただければと思います。ドン。はい、こちらですね。ちょっと画像の画質が、あの配信の、スクリーンショットねもらったので画質ちょっと荒いんですけども、シュート8で、パスはもう捨てました。フライパス初期数値58ですので、もう上げてもどうしようもないぞと、ここにポイント振るのもったいないぞということで捨てました。完全にシュート8、ドリブル4、クイックネス8、そして、こちら、ドリブル4の後だから、クイックネス8の後脚力11か、はい、これですね、振りました。結構まあ偏ってたかなと思います。であとは、ショートカウンターに1振ったのかな、ポイント余ったので、はい、そんな振り方をしました。ということで、この2人の方の使用感、試合の方を行って、使ってきましたので、いいところも悪いところも、また説明の方、解説の方をしていければと思います。よろしくお願いします。それでは試合の方へ。はい、ということで試合の方なんですけども、バティストゥーター、デニューさんともに絶好調できたので使っていきたいと、思います。はい、まあ、絶好調で上がり幅こんな感じ、デニューさんこんな感じ、まあね、2、3上がるっていう感じですね。はい、ムバッペも好調だから出すか。まあバッティのね、ボックスストライカーでこの能力どうなんだっていうのは、まあ本当に使ってね、見ないと分かんないなと思います。まあ確実にいい体勢でシュート打てば、いいシュートが枠に行くのは能力で分かるので、まあそれをどんどん狙っていけるかですよね。はい、まあジャンプとかそんな高くないですし、まあヘディングもね、84あるけども身長が185で、まあすごいちっちゃいわけでもないし、でかいわけでもないっていう感じなのでね。まあその辺がどうなのかといったところ。まあデニューソンはもうドリブルでぐん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 行くという感じですね。はい。まあ見ていきましょう。よろしくお願いします。はい、ということで今日もまずクリップなんですけど、まあなんか数試合に分けてちょっと撮りました。まずいいシーンが多かったこの試合からですね。まあ絶好調なので2人とも。かなり活躍した試合だったかなと思います。はい、まあ、結構序盤からですね、まあ、ここで今ちょっとスキップしちゃいましたけど、また戻します。テオエルナンデス守備して当てて前にデニューソンですね。でここのキープ、このチョップタッチがデニューソンマジでいい。まあ、ドリブル能力とスピシュンを中心にねこうやってたので、やっぱりそこが強いですね。であと今のシーンもう一回ちょっと見てほしいんですけど、このデニューソンチョップタッチ相手を置き去りにできます。この後のムバッペのこのバティストゥータのこのワンタッチパス、まあスキルワンタッチパスはあるんですけど、パス数値が低すぎてあんまりいいパスは出ないっていうのがちょっと印象あります。特にスルーパスの時、今三角のワンタッチパスだったんですけど、その時はまあ別にいいパスが出せるわけじゃないなという感じですね。まあ、バツパスで落とす時とかはいいのかもしれないけど、こう三角のワンタッチパスでいいパスが出るよっていうスキルではないなっていうのを、こうなんかバティストゥータ使ってると再認識できましたね。まあそんな中、相手のミスから1得点をしていったという試合ですね。はい。で、次のシーンが、ここでイニエスタボール持ちます。あ、この後かな。ここで、あれ違うな。ちょっとスキップします。あ、このデニューソンの、今ね、このビエラでボール取って、ここデニューソンのキープ。これもチョップタッチ入れて、ブーストかけて、ここシザースで相手との間合い掴んで、ダブルタッチとか入れながら、相手の間をね、ドリブルしていきます。このドリブルのしやすさは半端ない、デニューソン。で、バティストゥーター。最後はバティストゥータ。ここのね、もう一度見てほしいんですけど、ビエラが取ります。デニューソン預けます。ここのこねやすさだったり、この一瞬のね、スピードで相手を置き去りにするっていう能力、すごいこの選手長けてるなというふうに思いました。はい。で、バティストゥータが最後ごちゃごちゃの中、決定力を見せたというシーンですね。はい。そうで、こうコネコネするタイプじゃないんですよね、デニューソンも。どっちかというとこう一瞬のスピードで置き去りにするような、そんなドリブルかなって思います。ちょっとねネイマールと違うと、まあやっぱね特殊ダブルタッチじゃないっていうところはそういうところにもあると思うんですけど、これもね今のこのデニューソンの飛び出しも、あの簡単なように見えてそうじゃないと、相手のオンゴールですね。ちょっと見ていて、でここもバティストゥータのワンタッチパス、これバツパス入るのでこの後見といてほしいんですけど、それはしっかり落としてくれます、さすがに。まあ、別にワンタッチパスなくても落としてくれるんだけどね、こんぐらいは。ここしっかり落として、デニューソンのもうスピード旬でこれは相手置き去りにする。でドリブル数値も高いので、トップスピードになった時にドリブルしててもスピード落ちづらいよということですね。まあシュートは相手キーパー止められましたけど、そこに持っていくまでは強いよと。でシュートのところは決定力高く振ってませんので、まあそこはもうね想定内といいますか、
しょうがないのかなと思います。ただ、1点言うとしたらやっぱ左利きなので、左サイドしかできない左利きなので、シュート決定力上げないのであれば、せめてちょっとねパス数値もうちょい上げればよかったなっていう風に、何試合か使って思ってます。まあ理由としては、左足でこう縦に突破した後に、インパクトのグラウンダーシュート、クロスか、グラウンダークロスとか、まあインパクトじゃなくてもクロスを上げて終わることがかなり多いので、その時にね、あ、これもねバティストゥータの、これもバティストゥータいいシーンですね。もう一回見ます。まあ相手のこの陣地で取れてショートカウンターですね。ムバッペからバティストゥータ。まあこれ相手に当たってのゴールですけど、まあこの辺ボックス内で仕事するのがやっぱボックスストライカーの強み、バティストゥータの強みになりますね。まああの辺であのぐらいのスペースがあってシュート打ったらバティストゥータ結構やっぱ入りますね。オフェンス高い、決定力高い、キック力高い、まあそういう選手ですので、はい、そんな感じかな。まあかなりいいシーンが見れたこの試合だったかなと思います。デニウソンに関しては本当にドリブルがねネイマールに寄せたっていうこともあってしやすいです。でしかも、シザースがあってこうやってね、まあ、シザースね、これちょっと講座動画出したいなと思ってます。でこれもチョップタッチだけで相手抜いて、でまあこれ最後はちょっと遊びみたいになっちゃいましたけど、まあシュートでもよかったかな最後のシーン。まあちょっと今のデニウソンの突破のシーンもう一回見ていただきましょう。ピルロからムバッペから1個飛ばして逆サイドのデニウソン、ここでシザースで相手との間合いでこうで、次来るやつもチョップタッチで抜きます。チョップタッチ、うん、でまあここでシュートでよかったね。ぶっちゃけここでコントロールシュート打ってみてもよかったけど、デニウソン決定力が高くないんでちょっとひよったかな、うん、コントロールシュートとかもあるわけじゃないし、ちょっとひよってパスの選択になっちゃったから、まあその辺はちょっと影響あるよね、ネイマールと違うところといえば。さすがに、はい、そんな感じでした。でまあ全体的に、まあ、さっきも言った通りもうちょいパス上げればよかったなっていうのは正直思ってるところ。ただそれをパスを上げることによって、この今シザースまたしましたけど、このキュンキュン度、キレキレ度っていうのはどうなったのかなっていうのはちょっと気になる。まあやってみなきゃ分かんない部分なので、まあちょっとどうなのかなってところですね。まあでもうまく割り振ってバランス取ってパスにもうちょい振ってあげればっていうのはまあ変わりない感想ですね。はい、今度は調子普通の別の試合ですね。まあここでバティストゥータいい抜け出しして、ドーン、相手ベッケンバウアーで絶対追いつかれると思ったので早めにシュート打ちました。まあバティはもうこういう風に使うしかないのかなっていう風に思ってます。あれ多分ドリブルでもうちょい運んでたら多分追いつかれてたんで、どうしてもスピシュンが足んないよという感じですね。はい、あ、これデニューソン決まったやつですね。これ前線からまたショートカウンターの形、ビエラでここ取ってバティストゥータに当てて、バティストゥータ前向いて、これもインパクトシュートで、デニューソンが飛び込んでる、こぼれ球に入ってくる。まあこれですよね。まあバティストゥータキック力あるので、まあぶっちゃけインパクトシュートじゃなくてもいいシュート、いい形である程度のゲージ貯めて枠内に飛ばせば、ああいう感じでキーパー相手弾くと思うので、そこ結構狙いかなと思います。あ、これね見てほしい、今の見ててください。最後のバティストゥータ追いつかなかったと。これね、バティストゥータ足遅すぎだから。さすがに。クライフか、これめっちゃいいパスだから。これ相手、ベッケンバウアーの前に入れないのは、ちょっとしんどい。さすがに。うん。で、あ、これも見てほしい。このデニューソンの、で、これはい、バティストゥータ追いつけない。これ今度はあの弱いところ今ね、紹介しますよ。弾きます。デニューソンのこのワンタッチパス。これネイマールないね。正直、絶対いいパス行く、もっと。これはちょっと数値も低い、ワンタッチパスもない、パス能力が高くないデニューソンだからこそ起こりうる、あの前線でのクソパス、まあ正直否めないですね、うん、だからパスね、もうちょい振ってバランスよく振った方が良さそうかな、うん、っていう感じはします。はい、まあ、かなりスピードをね重視しましたんで、まあそうなってしまうのは仕方ないんですけども、それにしてもちょっとやりすぎたかなっていうのは若干反省してます。はい、であと、あ、このシーンもちょっと解説したいんですけど、これ左利きなんですね、ここデニューソン左利きなんですよ。でちょっとツイッターのねこの画像を代わりにしますけども、この右足でボール持てれば相手が来るところから、相手から遠いところでボール持てますよね。左サイドの右利きで中向いた時にこっちサイドでボールを持てます。ただ左利きなんで、こう中入った時にこの後もボールの位置を、この2タッチ目、これ
左足で触っちゃうんですよ。これネイマールだったら絶対に右足で触ります。この2タッチ目。じゃあこの2タッチ目が左であるのと右であるの何が違うのってなると、右だったらここのスペースに逃げれたんですよ。これボールロストしますけど、左だともう相手から近いんで足出されたら取られちゃうんですよ。まあ見ていただきましょう。これね、この時に、まあ、右足今ここにありますよね。すごい細かい話になりますけど、右足のところボールあったらここ逃げれました。ここのスペース逃げて、ここのね、真ん中に4人いますから、ここのどこかにパス出せたと思います。これがね、ちょっとね、左サイドに左利きの選手を置くデメリットじゃないけど難しさ、まあ、いつもネイマール使ってるからこそ、いつもと違う感と言いますか、まあ、そういうのは感じましたね。なので、まあ、ネイマールの代わりにっていう形で今回この選手育成、ネイマールに少しでも近づけるために育成しましたけども、ネイマールと一緒って考えるのは、まあ、やっぱそもそも利き足が違うって言ったところから、そもそもが違ったなっていうのをちょっと反省しました。まあ、なのでデニウソンにはデニウソンにしかできない能力、まあ、ルーレットあって、シザースあって、ダブルタッチあって、ドリブルキュンキュンプラスある程度クロスも放れるよっていう能力にするのが一番このデニウソンはなんか良さそうだなっていう気がなんとなく、しました。育成し直したいわ正直。もうちょい本当に何度も言うようにパスにね振ればクロスでこのデニウソンのアシストめちゃめちゃ量産できたんじゃないかなと思います。またスタメンではないので、もう正直スタメンはやっぱネイマール、僕はね、それの途中出場でデニウソンはこうやって縦に速い選手っていう意味では、もしかしたらまあこの能力でも十分だし、十分どころかまあこの能力の方が良かったのかなと思います。このバティストゥータ外すのやばいでしょ。あんだけ決定力上げて、あんだけオフェンスセンス上げて、あんだけキック力上げても、あのシュート入んないですからね。もうわけわかんないですよね正直。はい、ということでデニウソンとバティストゥータ解説になりました。マラドーナの方はね、冒頭でも言った通り別の動画で上げてますので、気になる方はぜひそちらの方も概要欄貼っておきますのでチェックしてみてください。チャンネル登録まだの方ぜひよろしくお願いします。それではまた、ご視聴ありがとうございました。さよなら。